経歴。吉川氏は鎌倉時代の四大当主常光の子によって秋吉川氏と岩見吉川氏に分かれていました。当時秋にはまだ一国人病死に過ぎなかった毛利氏をはじめ、吉川氏、宍戸氏、武田氏、小早川氏などの少領主が跋扈しており、西に大内氏、東に尼子氏の二大勢力がいたために常にどちらかの勢力によらざるを得ない状況でした。吉川氏の宗家である秋吉川氏は尼子氏に属していたものの、岩見吉川氏は大内氏と行動を共にすることも多く、同じ吉川氏でも秋吉川氏と岩見吉川氏は必ずしも歩調を合わせてはいなかったようです。毛利氏を継いだ毛利元就が大内氏に近づいて勢力を拡大し始めると、元就は1547年に秋吉川氏に次男の元春を養子として送り込んでおり、秋吉川氏を取り込んだ毛利氏に岩見吉川氏の常安も心中するようになりました。岩見銀山を支配していた大内氏に内紛が起こり、さらに毛利氏が大内氏の実権を掌握していた末春方を破ると、大内氏は岩見から撤退し、岩見銀山は尼子氏と毛利氏が支配権を争うようになっていきます。1559年、毛利氏は尼子氏の下で岩見銀山を治めていた小笠原長勝を降伏させると、常安は岩見福光に所領を与えられ、物言わず城への移転とともに岩見銀山の管理を任せられました。1561年に福谷高兼が毛利氏を離反して物言わず城に攻め寄せると、常安は当時珍しかった火縄銃を使って防戦、これを撃退しています。1574年、常安は嫡男の常家に家督を譲ると、その後は隠居生活となるものの、領地経営は厳しく、毛利氏に対して所領の追加を願い出ています。1581年、織田支配下の羽柴秀吉が稲葉鳥取城に迫ると、常安の子常家は毛利氏から上将として派遣されました。秀吉による徹底した兵糧攻めによって鳥取城内は餓死者が続出し、常家が城兵の除名を条件に自害すると、常安は常家の遺児たちを引き取って養育しました。孫たちに対しては常家の武勇を書き記して伝え、その甲斐あってか常家の子常実は後の朝鮮の役や伊勢屋の津城の戦いなどでその武勇を発揮しています。1600年、関ヶ原の戦いの後に毛利氏が膨張2カ国に減封されると、自らは福光にとどまったまま没しました。人物像。当時は個人よりも家が重視されていたことを思えば、息子常家の忠烈な精神は常家のものというよりは岩見吉川氏全体の名誉であり、常安にとって常家の自害は何よりも名誉あることだったように思えます。常家と同じような行動は誰でもできるというものではなく、おそらく常安では常家のようにはできなかったでしょう。だからこそ常家の行動を書き記して子々孫々に伝え、常家の名が後世に残るようにしたのではないでしょうか。常安にとっては常家の死は一大の悲しみでありながら、永世の誉れであったと言っていいかもしれません。常安自身は常家ほどの武勇や統率力は備えていなかったにしても、火縄銃を活用するなど新しい武器を採用しており、決して能力的に劣る人物ではないように思います。政治面でも毛利氏に所領の追加を願い出るなど終始を理解しており、文武の偏りのない人物だったのではないでしょうか。ゲーム内での評価。能力値は可もなく不可もなく、特出した能力もなければ特に低い点もありません。政治力も初期シリーズで30代だったのが50前後まで上昇しており、多少とはいえ使い勝手も良くなっている印象はあります。政治、戦闘ともに特別優れた部分もないので、能力値としては全体的に平均くらいが妥当なように思えます。特別な実績はないものの、息子常家の最後を書き記して孫たちに伝えるなど、武士の誉れを何よりも重んじており、いわゆる武士道を教える立場としては他の武将とは一線を画すものがあるように思えます。史実とは少しずれますが、森役に任命することで後継ぎとなる武将の能力が上がりやすくなるといった特性があってもいいかもしれません。